アッシュレディオ。さあ、さあ始まりました。アッシュレディオのお時間です。はい、おはようございます。さあ今日も行きましょう。こちら質問来ております。アシナさんが素敵なところは、アッシュレディオを聞いている人に DNA や基本的な考え方を多面的に伝えているところだと思います。AO ホールディングスの方々に伝えているような話を世間にも無料で聞かせていただき感謝しています。本質を掘り下げると木の幹のような太い考え方が根底にあります。だから SNS 上でアシナさんの立場で考えたらチャンスを捉えて行動しましたというような成功事例が生まれるのでしょうね。おそらく普通の人より人や物事に興味を強く持って、どういう特徴を持っているのか、性質を持っているのか、じっくり見極めていますよね。その価値観や判断は主観的なようでいて、そうじゃなく客観的だと思います。いろんな環境やいろんな境遇を持つ人々に平等に信念や基本的な物事の考え方を伝えることが、人の心を動かし成功に導くのだろうなと思いました。アシナさんが本を読むなというのは、本を読むのがダメじゃなくて、物事を表面的に鵜呑みはしてはいけないという意味だと思っています。売られている本には、特に方法論やテクニック、何日で合格のような本ばかりが売られているけれど、テクニックや方法論ではなく、人としての美しい考え方が物事を成し遂げるという意味な気がします。そんなアシナさんの考えに触れて、今まで赤と見えていた人物が青に見えるような現象が起きています。目から鱗のような状態です。アシナさんのように話を分かりやすく伝えるためには、どのように工夫したらよいでしょうか。伝える前には情報収集が必要と思いますが、情報の入り口と出口を見極めろと以前質問箱で教えてもらったのですが、情報の入り口と出口とはどう見極めるのですか、という質問です。ちょっと寝てました。要するに、話をうまく伝えるためには、要は話をうまくするためにはどうすればいいですかって。そうですね、情報の入り口、話を短くしたらいいんじゃないですか。端的に、はい、情報の入り口と出口を見極めると、これどういうことですか。入ってくる情報がどっから来てるのか。ああ、そういうことか。大体自分の何とかは覚えてないんだよ。情報の出口と入り口っていう、入り口と出口か、うん、っていうのは、要はそのとある情報がポンと入ってくるじゃないですか。うん、入ってきたね、うん、で、情報を流してる人がいるわけですよ。うんうんうん、うん、で、この情報を流した人は、うん、国民をどうしたいのか、視聴者をどうしたいのかっていうところの着地まで見えた方が、うん、より情報じゃなくて、なんだろう、もっとその道理がわかるよ。で、まあ、その彼が言ってる、どうやったら伝えることが上手くなりますかっていうのは、うんうんうん、もう一言で言う癖をつけたりとか、うん、言葉にする癖をつけたりとかっていうことぐらいじゃないですかね。はい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 、言葉にする癖。だからやっぱ人前で喋る経験とかがないと、やっぱ喋りとか伝えることうまくならないですよ。うん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 、そうっすね。難しいですけどね。でも人前でめちゃめちゃ喋ってるくせに話下手な人いません？どういうことですか。例えば校長先生とかさ。ああ長えなみたいな。なるほどね、うん、まあそれはだからユーモアですね。ユーモア、なるほど。まあ確かにそうっすね。だから人前で喋る回数を重ねて上手くなってる人も確かにいると思うんだけど。人前で喋るっていうのは、なんだろうな、それではお話しくださいっていうことではなくて、うん、なんかこう、もっと日常会話の中で喋ったらっていう。あー、はいはいはい。要は、例えばじゃあ4人で話してる、話をしてるとしたら、うんうんうん、まあ話の面白い人が話を持っていくわけじゃないですか、うんうんうん、っていう人になっていかないと話は面白くならないよねっていう。あー、面白いからみんな聞くわけじゃないですか。うん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 。あー、はい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 。その面白いって別にオチがあるとかそういう話ではなくて、話し方とか組み立て方とか。あー、また面白い話をしますね、翔さん。オチがないのに突っ込んでくる話をし始めるのはやっぱ女子会の傾向ですよ。そっか、それはあると思うんですけど。そっかそっか、着地が分かんないみたいな、うん、あ感想みたいなね。なんとかなったんだへへへみたいな。この間恵比寿でさ、
あのスタバの前にすごい人並んでて、おうおう並んなかった並んでた、並んでた、ね、なんだろうねなんだろうねみたいなあよくその、そのオチでそのテンションで入ってきたなって思いっきりゆくゆく 入ってきたけど飛べないオーダーというみたいなはいはいはいそれ突っ込んでくれる人がいたらいいけどねうん落ちないんかいっつって突っ込む人がいちゃうと多分その人も喋れない。あーそっかそっか遠慮しちゃってね、はい、大阪の人とかそれ厳しいイメージありますか。あー落ちない、はい、うんちょっとじゃあ次の人に、はい、アシラさんは自分自身の考え方や言葉をしっかりと持っていてそれが表面的ではなく、苦労や努力や行動に裏付けされたものであるからとても響きます。憧れの存在です。逆にアシナさんの尊敬する人物はどんな方ですか。そしてどんな言葉が好きですかという。好きな言葉難しいですね。難しいな、まあ、誰を尊敬するかって難しいですけどみんな尊敬しますよあみんな本当に年を取れば取るほどみんなすげえなって本当に思います。心からすごいなーっていう。だからなんかこうそのすごいなーって、うん、結構普通に誰にかん誰だかと思うんで、なんかそうじゃないところでちゃんと自分の役割とポジションでどんだけ輝けるのかっていうことは僕は意識してますけど。あそのすごいなって思う人は要は芦名さんができないことをまあフッとやっちゃうような。そう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 、あ吉岡さんならもそうじゃないですかすげえなって普通に思いますよただその分だからその自分は違 う、なんだろう役割の人間なんでそれは仕事の役割とかってことで人間としての役割が違うんで、うん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 、自分は自分のポジショニングというか自分の、まあ、責任というか使命みたいなのを勝手に作って、うん、そこでなんかちゃんと突き抜けないなっていう感じです。あはいはいはい、まあいろんな人に対してリスペクトがあるということですよね。あ、まあ、リスペクトっていうかうわすげえなすげえなそれは俺できねえなっていうことですか、うん、好きな言葉は何ですかって聞いてますけどどうですか。難しいっすね。好きな言葉、座右の銘みたいなことですかね。まあ座右の銘とかなんかユースキャッシャーでしかないですけど意味はやっぱり青は愛より愛って愛より青しぐらいじゃないですか、ね、なんか一番いいなと思う言葉は。はいはい、オリジナルを超えるみたいな話。そうですね、コピーしたらオリジナルを超えちゃったみたいな、みたいな本当は多分意味違うんですけど僕はそう解釈してるんですけど、まあ、三ヶ条ですか。あ、三ヶ条はどちらかというと好きな言葉じゃないですね。好きな言葉っていうよりも、うん、絶対に世の中の人がそうあるべきだっていう指針なんで、うん、なんかそっかそっか、こっちとしてはナチュラルじゃないですか、うんうん、自分の人生に責任を持つことでもそうだし、うん、人を喜ばせるってこともそうだし、愛されるってこともそうだし、うん、それはなんか大事にしてるっていうことよりもなんかもう、うん、基本動作じゃないですか。好きな言葉っていう感じじゃないですけど。あそっかそっか、もう人間としてのもうベーシックな、はい、土台だ。でこのベーシックなものが多くの人間にあるべきだと僕は本当に思ってるんで、だからなるべく多くの人間が自分の人生責任を持って人を喜ばせて愛されたら半端なくいいんじゃないですか。いや半端なくいいでしょ。半端なくいいですよ半端なくいいですよね。そしたらだってもうみんな文句言わなくなるし、はい、もう差し入れの応酬ですよねそうだね。あそしたらみんな今の仕事とか置かれてる状況とかも全部、うん、あと経済力絶対上がるし。なんで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 。だって自分の人生責任を持つこと人を喜ばせること愛されることってその人間としても非常に正しいし、うん、ビジネスとしても非常に正しいんですよ。はい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 、
で、本当に喜ばせることやってたら商売になっちゃうじゃないですか。お金が取れちゃうからね。はい。そうっすね、確かに。私なんか、自分のために何かをしてくれる人も増えるじゃないですか。そっかそっか。じゃあ、なんかもう起業したいとか、何をしたいか分かんないっていう人はもう。ああ、そうです。マジでそう。食い気味に来た。マジでそうです。食い気味に来た。起業したいとか、なんか転職したら独立したとか言うんだったら、まず3か条 やれっていう。日常生活で。お前、どんだけ自分の自責任持ってんだと。お前、上司のせいにして、まさかしてねえよな。まさか給料のせいにしてねえよな。まさかお前、電車のせいにして、天気のせいにしてねえよな。それを振り返った方が、絶対独立してもらうんですよ、絶対に。いや、僕はできてるんですけど、上司がちょっと遅いんですよね。それお前上司のせいにしてんのか、それをコントロールできてないお前が悪いんじゃないのかっていうんですから、自分の人生責任をする人を喜ばせることとか、じゃあ、まあそういう上司を喜ばせたのかっていう、じゃあやっぱほぼできてないですよ、それできたらもうすぐビジネスマンになれます。確かに。その自分の人生に責任を持つっていう意識がめっちゃ強すぎると、なんか自分のなんだろう、自責感がめっちゃ強くならないですか。わあ、これも俺のせいだ、俺のせいだっていう。はい。でもそれを、ああ、それはもう向いてないです、ビジネスに。ってことだ。はい。なんかなんだろうな、責任を持つっていうことが僕はめっちゃ楽しいし、好きだし、むしろ責任持った方が楽なタイプなんですよ。だからもう生粋のリーダータイプなんですよ。もう全部任せてっていうことの方がめっちゃ楽なんですよ。もう全部消す服からっていうことがめっちゃ楽なんですよ。楽なの？これが楽っていう感覚はあんま分かんないですよね。楽それが楽なんだ。じゃあ今日飯食いに行って2次会行って3次会行くのもそれ全部任せてて、もしダメだったらもう全部僕が金払うからっていうことの方が楽なんですよ。決められるのが嫌だと。だって決められてわけのわかんない1次会わけのわかんないとか飯行って、うわー こうなったらあっちの方がいいのにな、なんでここにしたんだろうって思うのってすごい僕の嫌だ、感情として嫌なんですよ。嫌だね。嫌だ。てかさ、お前さ、それさ、こっちの方がいいんじゃない、こっちのお店にしろよとかってなんか嫌じゃないですか。嫌な人になるし、だったらもう全部自分で決めてみんなに喜んでもらった方が楽じゃないですか。そうだね、はい、っていうスタンスですか。でもなんかその責任を持つっていうことを、まあ、もちろんお金の話もそうです、そこがなんかうわーこれも俺の責任かってなる人はなんかあんまり、なんだろう、人生をハンドリングすることに向いてないんですよ。だから俺のせいじゃない方がいいわけじゃないですか。あーそっかそっかそっか。誰かのせいに してできた方が楽なわけです。楽なんだ、はい、お客さんのせいにしたりとか、友達のせいとか、上司のせいに、会社のせいに、国のせいにした方が楽なんで。まあそうすると自分が描いた人生をそれは生きれないよねっていう話ですか。うん、流されちゃうから、いろいろハンドリングできないから、はい、うん、それでもうまくいく人ありますけどね。運がいいんです。のらりくらりやっててもずーっと楽しそうな人とかいますから。そうっすね。ただやっぱまあ自分が起業したいとかっていうのだったら、まず3か条を徹底的にやったらいいんじゃないですか。ありがとうございました。